インターネットでもまだ情報の少ないデカ盛り店、茨城県古河市にある文福飯店に行ってみた。壁にびっしりと貼られたメニュー、どれを注文するのがオプティマイズされたソリューションなのか。パニックラーメン？なんだこれは。卓上のメニューも俺を悩ませる。シューマイ、でかい。ハンバーグも笑っちゃうぐらいの大きさだ。なるほど、噂通りのデカ盛り店ならばここは味噌汁から攻めていきたい。素朴な白菜の味噌汁に身も心も温まる。思わず飲み干してしまった。次はハンバーグと行こう。お、このハンバーグうまいじゃないか。お米もなかなかよく炊けている。手抜きかと思ってしまうほどざく切りの玉ねぎが逆にいい。ボロボロと崩れやすいが、こういうハンバーグもありだな。よし、そろそろシューマイも行ってみよう。一口で頬張れない。からしつけすぎた。レモン、揚げ物もないのになぜお前がここにいる。退場だ。漬物は白菜の柚子風味か。この淡白な感じ、豚肉メインのハンバーグと見た。ボリュームもあるが、おろしソースであっさり食えるな。ハンバーグにシューマイ、ひき肉料理に外れなし。これは食べなくてもいいか。レモンを戻したら、ごちそうさまでした。